おはようございますす4月24月日日金曜日の東京インンフォメーションです新型コロナウイルス関連の最新情報などを毎日伝えている知事のウェブ配信で21日、東京都医師会の尾崎会長が PCR 検査センターについて解説しました。 東京都医師会として、PCR の検査の体制を強化しよう、はい、ということを打ち,打ち出されまして、現在、どのような流れになってますでしょうかうでまず、かかりつけの先生に電話で対応すると,とこ,す、ね、この電話でということが非常に大事ですね、はい、やはり疑いのある方が直接来院されますと、院内感染を起こしてしまいますので、まず電話で連絡していただくと。 そして、ちょっと心配だから誰でも受けられるということではなくてやはり我々かかりつけ医が見てそしてこれはやはりコロナ感染症の疑いが強いという方についてその行っていくということが非常に大事になります今のところ普通の風邪みたいですねということになれば自宅安静の指示の方に行くわけですねかかりつけ医の先生が疑わしいということであれば PCR 検査センターの方にに回っていいくととうことになりますただここで注意しなければいけないのは、やはり PCR の検査そのものがですね、3割ぐらいのいわゆる偽陰性ですね、実際にはかかっているんだけれども、はい、PCR 検査では出ない、陰性という方もいます。ですから私ども、あのそこを注意深く見て、やはり疑わしい症状がある方は、たとえ陰性であっても、 最低一週間ぐらいは自宅療養していただきたいということを強くお願いしてやっていきたいと思いますそれから検査で陽性になった例に関しても軽症の方は今の東京都さんのやり方に従って宿泊施設に入っていたこの日の会見では PCR 検査のフローに合わせて軽症者などに関わる宿泊療養のフローも説明しました 単なるホテルではなくて、まさ、はいえー、しく宿泊療養という名前にふさわしい、ねはいえー、環境をお作りいただいているわけですね PCR 検査陽性に出た方ですね。 やはりあの宿泊療養といいう形にに原則になっていきますで。そこに入られる方については、きちっとあの療養していただくために、私どもの医師会の先生がです、ね、直接、ホテルにあの日中はです、ね、ずっと待機していると、一緒にいて、そして、えー、体温であるとか、いろんなものをチェックしてです、ね、健康管理をきちっとする。 そして、えー、具合の悪いしかとは早めに見つけて、きちっとまた病院のほ、えー、あに移っていただく、うん、あるいは精神科の専門先生にお願いして、そういったコンサルテーションもできるような体制も取っておりますので、で夜中に急変した場合は、オンコールで必ず医師があのすぐ連絡取れるような体制も取っておりますので、そういう意味では、あの万全に近い体制が取れていると思われます。 医師会の検査体制や宿泊療養について解説した東京都医師会の尾崎会長、都民に連休まで外出自粛に協力するよう呼びかけました。私どもこうやって 東京都さん、知事と綿密に連携取りながら、こういう体制を今、どんどん進めて、いわゆる再構築をしてるんですが、それのスピードが、ですねやはり感染者の増加のスピードの方が上回ってしまうと、これはいくらあの頑張ってわれわれがやっても、なかなか実現できないというか、やはりそこでまたオーバーフローというか、かなり溢れてしまうということが続きますので、ぜひ、 この二週間三週間また連休まではですねゴールデンウィークまでは本当に皆さん頑張っていただいて人と人となるべく流れを止める人と人と触れ合わないということをぜひ実現していただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今綿密にうちあの連携を取りながら、はい、この密の方はいいですね。えそれは三密には当たりませんね。ですはい。はい。じゃこれからぜひこれからも密にやっていきたいと思い。密よろしくお願いいたします。 明日25日から命を守るステイホーム週間が始まります自分や家族大切な人社会を守るため不要不急の外出は避けましょうここまで東京インフォメーションでした